星のエイリアンに努力賞を。ねえ陽次郎、あんためっちゃツイッターにさらされてるよ。うわ、どうしよう。しかもなんかあんたの写真が上がってるツイートに必ず返信してるアカウントがあって、見てこれ。あんたさすがにこんなことまではしてないよね。足ほっそ、宇宙人。こいつ女装癖のあるゲイでヤバいやつらに体打ったりしてて、とにかく超危険人物、近寄るな。こいつに友達がレイプされた、最低ゴミかすクズ野郎。マジ細っ、なんかなんていうかすごい、かっこ語彙力。うわぁ、この人この前警察に職質されてた、公園でいろいろ露出してたっぽい。絶対やってない。ひと、やっぱよかった。これさ、ツイートしてる人は結構ギャグな感じで出してるんだけど、この返信してる人は悪意めっちゃありまくりっていうか、陽次郎さ、誰かに何か超嫌われるようなことした？女子のスカートを履きました。だいたいさ、なんで女子のスカートなんか履いたの？女の子になりたいの？違う、ちげえよ。そうじゃねえよ。もうちくしょう。はい、オッケー、いいね、ミキちゃん。じゃあ次、ゆいこちゃん。はい。いいね、オッケーオッケー。違う、あの足じゃない、はあ、あのカメラマンの宮子さんですよね。ん？覚えてませんか？私5年前に子供服の通販カタログの撮影で一緒に仕事した、あ、ゆいこちゃんか。あのお人形さんみたいだった女の子。大きくなったね。もうすっかり女の人だ。素敵だね。宮子さんどうしてここに？あー、いや、今度友達がね。ねえ、陽次郎。気晴らしに出かけようって言ったの私だけどさ。何その格好。変装だよ、謹慎中なんだから。その服は？うっさいな、もうどうせ俺は変態なんだからいいだろう。なんでも足出すぎじゃね、細すぎじゃね。いいだろう、なんでも。つうか姉ちゃんいいのかよ、こんな変態と一緒にいて。グレグレだな。ねえ、あの人ずっとこっち見てない？あ、もしかして陽次郎の知り合い？まずいかな。いや、知らないけど。カメラマンよ。人間の天才をね、撮るのが好きなんだ。有名な俳優やアイドルの写真集で、ここ海外で私の友達が始めたブランドの日本初出店店舗。私はその友達に頼まれて、ここ最近ずっとこのブランドのイメージにぴったりな日本人モデルを探してたの。イメージはブランド名そのまんま。びっくりするくらいまさに君だよ。ねえ君、モデルや。待って。ああ、ゆいこちゃん、ごめんね、ジュース持たせっぱなしで。ってあれ、ジュースは捨てました。え、そんなことより、こいつ、だから陽次郎は変態なんです。
見て、このツイート悪い噂ばっかり。俺そんな、こんなやつ使ったらイメージ悪くなりますよ。そもそも素人だし、他にもっといい人がいます。例えば私とか。あー、やっぱりこの骨は天才だ。こんなに細いのにガリガリしてない男の子だから、丸く肉もついてない、何より骨が細くて綺麗。やっぱ骨こそ天の才だわね。出してるってことは君も分かっているんでしょ、素敵な足。この悪口ツイートしてる人はきっとこの足が羨ましいだけ。ま、本当の素性はまた今度探偵にでも調べさせるとして、どうかな少年、やる気はあるかい。取って。まるでプロだったよ、見せ方が。あれは相当自分の足をすいてるね。えらいえらい。素敵でしょ。宝くんはきっと万人のお手本にはなれないけれど、希少な個体として売れる。きっとどんどんスターになる。私、教室で彼の足を見たとき、ピンときてしまったの。この足はスターになれる足だって思ったの。スターになれると思ってた頃の私の足みたいだったから。今はどんなに努力しても手に入らない少女だった頃の足。悔しい、羨ましい。努力もしないであんな足。努力ならしてたよ。自分で自分を見極めきって、自分の天才を探し当ててちゃんとすいた。私はこれは当てずっぽうな努力よりよっぽど大変な努力だと思う。だから大好き。取れるものなら取りたいと思う。よい子ちゃんも頑張ってみなよ。羨ましいとか悔しいとかはそこからでしょ。やっほー、みやこです。謹慎開けた？この間の写真データにしたから送るね。でさ、びっくりした。なんだかとても素敵なご褒美をもらえたみたいな。ゆいこさん、俺自信なくなってきました。はあ？陽次郎みたいな人がいる世界に俺なんか。平気よ、あんなのただの変態よ。自信をなくす必要なんてない。でもあなたは私がスカウトしたの。私の見る目は天才なのよ。オーディションくらいさっさと受かるわ。うん、ま、でも今のままじゃきっとダメね。え、いい？私はあなたで打倒宝陽次郎なの。だからあなたもあなたの天才をさっさと見つけてしまいなさい。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。